翻訳機でしか会話をしません。そうだよ、お前が。そうだよ、お前が。でも、ジョンコロナも危ないし、ジョンコロナも危ないし、った感じがあります。すごーい。はい、みなさん、こんにちは。ゆかチャンネルのゆかと、すみちゃんと、ロハンでーす。今日はいろんな国際カップルとか国際カップル夫婦がやっぱ使ってる旅行行った時使うパパ語のパニョッキ、Google のパニョッキ、今日はうちらがちょっとこの2つを何が一番近いか、はい、何が一番世界に近いかうちらがテストしてみます、はい、これ番号あにえよ。でも今日は普通にこうやってやるんじゃなくて生活して今からうちらは翻訳機でしか会話をしません。はい、はい、それではやっていきますか。はい、どれぐらいやってるか見てみましょう。レッツゴー。私はパパ語で、私は Google 翻訳機でやっていきます。はい、後でマッサージ受けに行くんですが何時に行きましょうか。行きましょうかあ、ちょっと待ってください。すいません、中国語になってます。근데중국야뭐일단5시정도에가려고생각합니다예僕後で来る時カフェラテを一つだけ持ってくる。저이따올때카페라테하나만사고올래僕後で来る時カフェラテを一つだけ持ってくる持ってこいよ내가내가そうだよお前が。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 パン。ロハンが何がロハンや。すごい。あのは今週ソウルに行くのあるじゃん。少し悩んでみないと。하지만일이니까가야지。でもジョンコロナも危ないし、ジョンコロナも危ないし、ジョンコロナも危ないし。あ、ちょっと心配だよ。근데좀코로나도위험하고아조금걱정이긴해나도でもジョンコロナも危ないし、あ、ちょっと心配だよ。ジョンコロナ。ジョンコ。오늘의저녁밥은무엇이좋습니까오늘저녁간단하게삼겹살이랑좀아스파라거스좀이렇게썰어가지고버섯조금같이구워서먹는건어떨까今日の夜簡単に삼겹살とシュワサラを少し切ってブリの条件を一緒に焼いて食べるのはどうかな。지금조금곤란하지만어디가말해준다そうだね。私も忙しくて、忙しいから今日ご飯は別に食べよう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。왜다른먹는외로운자외로운자私、そして今週の火曜日に友達とビリヤードをすることにしたの。ごめんね。저녁좋아즐기고갔다오세요。저녁좋아즐기고갔다오세요。この膳いいよね。前の家の前の綺麗な女みたい。お前が汚いよ。この子の電話番号。お前が汚いよ。この子の電話番号。お前が汚いよ。この子の電話番号を汚いって言ったんだ。お前が汚いよって。俺が汚いってどういうこと？お前が汚いよだったよ。あ、저번에저지역이앞에집앞에예쁜여자하나지나가더라고。아、전화번호물어보고싶긴했는데。私が思うに、Google よりパパ語の方がいいと。조금이것은해보고깨달은하지만。その Google は文法と速度が少し遅くはあったけど、パパ語は文法もほとんどしなく高速度もすごく速い。高速度。
시험은어떻게 시험 아시타노데이토와도스르아라아시타데이토가보쿠노카페니잇테오이시이모노타베테이쇼니아시타마타시요가마타시요나니가쓴노나니가쓴노와메무이오나카스이타루아나졸려배고파이오줌한동한목욕들어간다しようか좋아끝내자얘이런식으로번역이테스트하고있었는데어떠겠습니까私が見るにはパパ号の方がもっと性能がいいと思います。まずパパ号が少し早くて正確で文法も見ましたが、しかし Google は少しずつ間違った感じがあります。すごい。내가전에 Google 나의전에パパ字로번역할수있는데요영어로パパ字はい、こんな感じで今日はパパ語と Google 翻訳機どっちが正確かっていうのをテストしてみたんですけど、今のところ日本語韓国語だったらパパ語の方が正確かなっていう印象でした、はい、パパ語は正直、うん、めちゃくちゃ近いんですよ。そう、すごいもうびっくりするぐらい。しかもなんていうのかな、うん、出てくる速度がめちゃめちゃ速いので、はい、例えば仲間が日本に来ました、うん、日本語全く分かんないけどこれパパ語翻訳機使ったら80はいけると思う。確かに旅行とか全く問題ないレベル。そうそうそう、やばい、これやばい。はい、なので皆さんもこう旅行に行った時とか恋愛、国際恋愛してる方とかぜひ使ってみてください。はい、それならゆかチャンネルを見てくれてありがとうございます。次の映像で会いましょう。あんにょーん。こんにちは。